ちょっとね、<laughs> やばいでしょ <laughs> ちょっとやばいです。やべっす、やべっす。やばい。よいしょ。こんにちは、コーナーはじめ。七重海南ナ星座、岩富、はじめ。マッカチン、アヤポン、アヤカ、ウォッカー。 あ、いぶきマイカグラケロケロ710ウォッカ大阪ながらの人大江ライトナンナー坂本ちゃん花の55ハタシャワオタカリり夏目ちゃんほんとにやばい今日髪見てほんとどっちまちょ。 京一キャさんなんとか福寿愛美まささふんもう <laughs> 最悪さんさん菊地けんこんばんはこんにちは呼んで呼んでコーナー始めたけしさゆきんぐさっちゃん リリップクリームどうしよう <laughs> 夢ちからマックス10日当選カイニャンズマッカチンマサシコロコロケンヨンパチムラちゃんきのピースズぽンリュウとくぼっちマサシイドキングズカズカズ

今日劇場公演なんですけどあの劇場公演の日はねメイクさんがやってくれるのでいいやって思ってちょっとうわちょっとひどいひどい日ですねちょっとどう電気が。やばーい。いいちょっとひどい、ろろ 今日いやーそうなんですすいませんそうでメイクもしてないんですよあのー、公園の前にするからうーうーうう そうそうそう先にや早くやりすぎちゃうと化粧崩れるのでそうやんないんですよでもそしたらこんな変なことになっておりますもう最悪前髪だけ軽くあのー 前髪だけ軽くアイロンしてからショールームしたいなと思ったけど間に合わなくってうわー最悪浮いておりますねどうしよう <laughs> もう髪型が決まらない時がね一番なえるんですよそうでもう1時からだったら余裕で髪やることできたんですけど遅れるのが嫌なのでわあー最悪もう嫌可愛くないもう最悪よ 今日さあの雨降ってるのに窓開けて寝てしまってもう部屋の中がねもう梅雨なんですよ。部屋の中が梅雨になっちゃったんですよそうもう部屋の中が本当に梅雨になってそう昨日窓暑いから窓開けて寝たんですよ昨日夜降ってなくってそうそれで窓開けて寝たらもう家の中が梅雨本当に。もう朝起きたら髪の毛がもう もうねあの湿気でボンってなってえっと思ってで窓見たら窓開いてるんですよそしたらもうえエーって感じ本当にもう今ドライつけてますエアコンであーもう最悪 <laughs> 本当に梅雨梅雨なの梅雨梅雨になった髪の毛が梅雨になりました そうだからもう今日高齢なんですよ許してください。そ、は、う、あ、本当にいやもうちょっとやばい。いいもな。いあれ？<laughs> もうごめん今日。 本当にびっくりしたんですよ。<laughs> 落ち着きがないって書かれて。いやもうね、部屋の中が梅雨すぎて、湿気がすごい本当に。雨の日にあの開けて寝たらダメですよ皆さん。気をつけてください。もう今日は本当に今までで一番最悪かも <laughs> っていうぐらい髪の毛がやばい。ちょっと待ってどうしよう。 困惑しておりますよ。わしはそんなこと。なめくじでてよ、本当だよね。え、昨日降ってなかったから、夜。うん、<laughs> ほら、部屋の中雨降ってるの。 そうじゃなくてなんかショールームはちゃんとした格好でやりたいんですよ本当ならね髪もちゃんと整えてやりたいんだけどあの今日はちょっとそう今日はもうね <laughs> 朝起きて部屋の中がジメジメしててびっくりしたあこれで落ち着こ もうとりあえずバあですよ私はあ <laughs> ダメだぞ <laughs> みんなお昼ご飯食べながら見てますかどうだろうメニュー決めようメニュー決めよう <laughs> あと20分しかない2個2個にしようメニュー寒いいつもの冬っぴん冬っぴん今日化粧してないのこれでも <laughs> なんかもともと眉毛がすごい濃いんですよだから化粧してなくてもあんまりすっぴんっていう感じがないんですけど 一応何もしてないほらほっぺもいないでしょ唇もいないでしょ初見ですわもう初見の人も来るのか嫌だなこんな変な顔の時に限って。 メイクタイイム。メイクはまだしません早い冬っ <laughs> ピーのアイドル遍歴おおいいねアイドル遍歴そうだよねお昼にやるとさ初めましての人もいるんだよねまあいつもかでもうやだなこんな気持ち悪い顔の日に。 ふっ,ぴちゃんふっぴちゃん、ちゃちょ今日、もうこれピーですよ。<laughs> はい、あ今日ね、シャツ、SKE のライフ。<laughs> おはよう。じゃあ、1時までです、今日はうは、ん。何しようとしたっけメニューもう一個。 いふまでいかないけどい,いやんだって <laughs> 公園の見どころそう今日の公園梅雨の思い出フリートークじゃあこの2つ余ったらフリートークしましょうじゃあ今日のメニューうわーアイドル遍歴と公園について 今もおばあめ気う梅め今うにつ送ったよ <laughs> 見て見てリボンマン頭がおかしいと思われるやめよお団子みたい <laughs> はい、じゃあアイドル遍歴言いますねアイドル変歴アイドル私えっとね知ってる人も初めて見る人もいるかもしれないんですけどアイドル遍歴私はあのアイドルなんですけど今 <laughs> SK48 っていう研究生なんですけどまだでも入る前からアイドルが大好きで「あの今日からおしめでありがとう!」 そうであの私がいつアイドルを好きになったかっていうときっかけは AKB48 さんですもうそれはもう言わずともって感じなんですけど AKB48 さんのえっとがすごいねもうみんなアイドル大好きみたいなそう感じ最初はもう AKB さんですそれはもう AKB さんですそうでちょうどねその時に あの <laughs> また鼻詰まって忘れちゃった <laughs> そうえっと小学校6年生の頃かな6年生の頃だの頃にヘビーローテーションっていうのが大好きで私もうその頃すごく流行って学校ででそれからいつも女の子3人グループで一緒にいたんですけどその3人でなんか土曜日とか日曜日とかそのど どこその3人の中のどこか1人のおうちにいつも集まって AKB48 さんのミュージックビデオとかを YouTube で調べてみてそうそれでビギナーとかそうビギナーとかヘビーローテーションとかフライングゲットとかをそうその頃にミュージックビデオをたくさん見てで覚えて。 その振りを YouTube で見て土日とかに覚えてそう学校の休憩時間とかもここまで覚えたよとかえすごっとかビギナー踊れるようになったのすごっとか言ってそういうの遊んだりしててその頃ねあとなんかプッチョなんか商品名言っていいのかななんかこのチューイングキャンディーのとコラボしてたんですよ AKB が。それでなんかねそのお菓子を買ったらちっちゃいねキーホルダーみたいなのがついてきてそれとか。 なんか桜の木になろうとかステージが作れるんですよこのなんかフィギュアでもうそのお菓子を買いあさったりとか <laughs> で駄菓子屋であのー、なんか弾けるんですよブロマイドっていうか写真がそう写真が何が出てくるかわからないんですけど1枚5円か10円15円かな10円ぐらいで。 そうそうそそううう弾けるんでですよ駄菓子屋でねそうあれをいっぱい弾いて集めて「これ出たよ」とか言ったりとか本当にねその頃 AKB48 が大好きだったんですよそう CD も買ってたしそう本当にで一番最初の締めはもう板野智美さんともちんが本当に大好きでもうともちんになりたかったんですよだから髪の毛とかも,もうわざといっぱい伸ばして。 お15分経過しまし七70日に連続配信ありがとうともちんに本当に憧れてて髪型真似したりとかそう本当とにともちんともちんになりたかった本当とにともちんが大好きだったんですよ可愛くてそう <laughs> そうなんです本当に大好きでもうそこから始まりましたね でヘビーローテーションを見て踊ってで中学校の時の林間学校かな野外活動みたいな時にクラスのみんなでなんか男子は男子で何か一つ披露して女子は女子で何か一つ披露するみたいな火の前でキャンプファイヤーの火の前ででその時に会ってで同じクラスでちょうど AKB が流行ってたから。 他の組もなんかフライングゲットとか披露して私たちの組は女子だけでヘビーローテーションを披露したんですけどなんかその誰も踊れないから誰か3人ぐらい実行委員会みたいな感じであのヘビーローテーションの先生みたいな感じで誰か覚えてきて。 っっていう係があったんですけどその時に何か私は小学校の時にそうやって遊びでヘビーローテーション踊れるようになってたから私一応踊れるよみたいな感じでみんなにヘビーローテーション教えたっていうそう記憶がありましてみんなでこうやって覚えてそう踊ったりしてそっからもう本当に AKB48 大好きでした。 ずっとミュージックビデオを見てた、本当にもうグッズも集めまくってた本当に何かいろんなコーヒーについてるあのストラップ集めたりとかお菓子の全,全種類集めて本当のステージみたいに作ったりとかしてました本当にそにミュージックビデオもいっぱい見てたしそうなんです マグネットもあるもう缶の中にいっぱい入ってる AKB のグッズがそうポスターもいっぱいあったし生写真もいっぱい持ってたしって感じでしたでそれが小学校の頃56年生の頃それで中学生になって中1の時かな中 1? 中1かな にあのー、乃木坂46のオーディションがあったんですよまずは AKB が好きになりでその1年後ぐらいに AKB48 のライバルグループができますみたいな感じになってで乃木坂46の1期生さんのオーディションを受けましたその時はもう乃木坂っていう概念がなかったのでもうなったら AKB さんのライバルになれる AKB さんに会えるみたいなそういう感じでした本当に1期生さんだったので。 それで受けました友達と一緒に受けたんですけどそれでえっと最終審査のちょっと手前ぐらいまで行ってそこで落ち,落ちました <laughs> そうです最終審査の1個前かなで確か落ちたんですよそこでそこでもうあとちょっとで慣れたのにもう最悪だと思って <laughs> 落ち込んでそっからアイドルになりたいっていう。 火がついたんですけどでそこであの乃木坂なぜ乃木坂受けたし今言った <laughs> そう AKB48 さんのライバルになるよっていうのがあったからライバルになりたい私も AKB さんになりたいみたいな感じで乃木坂の一期生を受けましたそして一期生さんがなんかお披露目みたいな感じでこの人たちが受かりましたって言った時にみんな可愛くてびっくりして。 であのオーディションで実際見た子が受かってたんですよそうそうなんですだから「えっ、ー、あの子オーディションにいた子だ」と思ってその子も受かっててそうなんですでそっからもう乃木坂はもう可愛いと思ってそっからもう最初からもうスタガキってました <laughs> 誰よりも早かったと思いますもう同じオーディション受けて見てたからその子たちを。 そ,うそれでもう乃木坂は最初のシングルから全部買ってもうグッズもとにかく集めまくってそうなんですそれであの大好きな推しメンの板野智美さんが AKB48 を卒業したのでもうそっから完全に西野七瀬さん推しになりましたもう西野七瀬さんにはいくら使ったかわからないぐらい本当に生写真も買ったし握手券も買ったしもう本当に乃木坂グッズには大変使いました <laughs> そう それでもう坂にドハマりして、で次に、も乃木坂の,あの妹分的な欅坂。ホーティシックスを作りますよってなったんですよ。で、そこで、欅坂ホーティシックスの一期生さんも受けました。その時はね、鳥居坂ホーティシックスオーディションっていう名前だったんですけど、後で欅坂に改名したので。 そうなんで,すで欅坂46さんも1期生のオーディションを受けて最終審査のまた一歩手前本当に乃木坂と同じぐらいのところで落ちてしまってうわもうだめかなと思ったんですけどそこで欅坂も好きになったんですけどでもずっと板野さんが辞めてからはもう,もうずっと七瀬さん推しです欅は箱推しって感じです曲が好きだしかっこいいしそう。 でも,でもずっとずっと好きなんですよこの遍歴っていうよりもずっと好きなんです増えていくだけなんですこの時もまだずっと AKB も好きだし曲も全部わかるしみたいなそ,うそれで欅も好きです <laughs> でもう無理かなと思ってた時に SKE48 を受けたって感じですそう遍歴っていうか増えていったって感じですね本当にもういろいろ見てましたそう欅 とかも全部、あのー、テレビもとかなんか YouTube とかそうなんですいろいろ見てました本当にでもその中でも「桃色クローバー Z <laughs>」「ももクロさん」とかそうもういろんなアイドルが好きすぎて遍歴っていうのが分からないけどざっくりしたら AKB 乃木坂けや坂みたいな感じだけどでも他にもいっぱい好きなんですそう STU さんも本当に大好きだし握手券持ってるし生写真もいっぱい持ってる <laughs> そうももクロさんもね本当に大好きだったそうなんです「<coughs> ココ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 」ここ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 

そうなんですもう48とか46が好きっていうよりもアイドルが本当に大好きで新しいそういうのを YouTube で調べてたら新しいアイドルさんがこうおすすめみたいな感じで出てきてそこで調べてあ好きって思ったりそうチーム8トさんとかも好きだしドラフトさんもそこでずっと見ててソーださんをそこで発見しました。 そういうのねもうすごく好きになったりしましたそう,もうチームメイトさんがねもう最初に出てきた時の合宿もあもう感動した本当にそうなんです <laughs> 言いたいことがあるんだよドゥ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 チームメートこう チームエイトさんのライブ行ったことありますよ。広島に来てくれたんです。<laughs> HKT48 さんも大好き。もうだから遍歴とかじゃないんですよ、本当に。待って、アイドルについて語りすぎたら、あと6分4秒だ。<laughs> そう、菅井先生の、ね、10年後のやつ。あともう、なんだっけな、ジーザスのやつとか。 助けてジーザース今すぐ迎えにそうもうそういう合宿とかも全部見てきたしそうなんですそうだから一文何ヶ月前かなあんな先生がのレッスン1回だけ受けたんですけど SKE48 に入って来てくださっておー本物だーってなりました <laughs> なりましたそうなんです 在宅だったんですよ私はでも<笑><笑>俺も STU をして最近は SK の給湯で見ためちゃなホント ?STU さんも最初のシングルから買ってます <laughs> <laughs> STU さんのライブも見に行ったことあります<笑><笑>はい周りの友達とか知り合いにアイドルやってる人いないのえっとね中高の友達の友達が S.T.U. さんにおります。まあ知ってるんで人もいると思うんですけど、そう全然話話せ話したことはもうちょっと一言声かけたぐらいなんですけど、S.T.U. フォティのトロブユリさんっていう子が友達の友達です。そうなんです。あの成人式の時にあのあの友達の友達なんですって言ったらああそうなんだってそう。 そうなんです友達の友達でも全然話したことないです本当に私が一方的に STU のお指名はトドブユリさんと岩田ひなさんが <laughs> 好きでそうなんです全然たまたま成人式の時が一緒だったのでそのその一言だけ言わさせていただきました <laughs> かわい,いよね。好きなそうそうなんですいや STU さんもいいですよね STU に SKU って <laughs> そうですよね福田あかりさんです<笑>,笑顔のは 成人式でで仲良しにななたいなメンバーい,ないです,ねです私ねあの SKE に入って2週間であの成人式に出させていただいたんですけどもう誰よりも2週間ですよ本当に2週間ぐらいそうもう本当に一般人と同等な感じなので SKE の先輩ともお話したことないぐらいの感じで行ったんですよ何期生ですか ?9 期生ですそう,そういうところじゃない本当に。 しかもこんなにアイドル大好きだから今まで押してきた方が押してきたっていうかもう大好きなアイドルさんがもう一気にギュッてなってるんですよ NMB さんとかも好きだし <laughs> HKT さんもいやライブで手振った子みたいな <laughs> そうなんです <laughs> もう本当にしかも他の人も他の人も誰この人ってなったと思うんですけどだから本当に私 が本当に幸せって言うだけの時間でしたあれは <laughs> そうキョロキョロしてましたそう目がハードになった <laughs> みたいなそうなんかそう本当にすごかったなんかもうにすごかった神様ありがとう私にこんな幸せな、ね 空間を与えてててくれてって思う思っ思た <laughs> はいじゃあ公園について話したいと思います。もうねいっぱい話してるからあ,あと2分1秒あります。えっと。 ダメだアイ,アイドルのこと話すと永遠に多分話せるんですよ。遍歴とかじゃなくてこれがもう嫌いになったからこれじゃなくてもうどんどん増えていくだけなのでもうどんどん出費がかさんでいってどんどん好きがあふれるだけなんですよ。だから永遠に話せるんです。だからちょっと公園の話がなくなって <laughs> そう今日はでも昨日もおとといも公園の話してるからあれなんですけどそう今日はあの。 吸期生だけであの青春があるずつ公演をしますのでこんなボサボサなんですけどちゃんとメイクもバッチリ髪型もバッチリで出るので今日は成長した姿を見せられるように頑張ります今から来てくださる方もいるねさっきなんかそう吸気生だけの公演なので頑張りますそうお仕事の人はもうテレパシーを送っといてください <laughs> はい 藤本さん頑張りますみんなで力を合わせて頑張ります昨日もねたくさん練習したのでちょっとでも成長してきてあの先輩がいなくても救急車だけでもちゃんと終えられたねよかったよって言われるように頑張ります入江千島ちゃんが冬日に会えるのそう私ね本当にねさやちゃんがい,いつもねあのねふゆちゃんと一緒に公園出たいよっていっぱい言ってくれてて私も本当に出たかったんです もうさやちゃん大好き人間なんですよ <laughs> あのさやちゃんの,あの幸せなふんわりオーラをみんなでもらいに行きましょうはいじゃあ今日のスタメン発表いきたいと思いますはい13番うわー最悪読めないよ漢字何?「防邸の手に監督の得」の亡霊 三十三番です。十二番タナチューアットマーク本日星座待機の方と連番。わーお。タナチさんサン、改年おしだよ。いいのフユピンにため入っちゃって。はい。 11番しげるアットマーク冬ぴピよしありがとう10番ペペ9番べっちゃん8番ムーアットマーク今日劇場で全力分名前言ってねありがとう7番つずぽん6番みつく冬かにキュンありがとう5番ひなのセンスアットマーク劇場向かいますお待ってます気をつけて今日の4番はビンゴさんですかきビンゴビンゴですね3番心の運び人2番ショートアットマーク冬 の金に星座待機わー私はあんな大人っぽくないからなはい今日の一番はボブアットマーク今日公演入りましたんですありがとう今日公演入る人ありがとうありがとうありがとう本当にありがとう MVP ですね今日は移動日です交流戦はい <laughs> MVP ボブアットマーク今日公演入りますトゥトゥさんです <laughs> これなんて読むのか分かりません <laughs> 一人ヒーローインタビューですはいではでは私は今から 準備をゆらゆらしたいと思います。頑張ります。こんな変な顔では出ないから安心してください。みんなありがとう。3603人の方お昼からありがとう。お仕事の人頑張ってください。来る人気をつけてきてください。たくさんここなんか何いつもの名前をすギフトをくれた方ありがとう。コメントもありがとう。またね。楽しんできます。えええはい。バイバーイ。